どうも、オンラインミュージックスタジオを半分作り上げたキャップでございます。本日はですね、サーフィンをしながら全国を旅するミュージシャンキリンガーですね、コラボしたいなと思いまして、キリンガーにご連絡したところ、なんとこれからゲリラライブを行うということだったので、そのゲリラライブとコラボさせていただこうと思います。詳しい情報はまずこちらをご覧ください。いいね、お久しぶり。 OK、 久しぶり。元気元気。キリンガーこれからレコーディングなの？そう、今レコーディングが終わって、うん、これから生ライブ配信をしようとしてるところです。嘘、ちょっとそれコラボさせてよ。うん、ぜひぜひ一緒にちょっと参加しようよ。お願いします。何時から？お願いします。もうあと10分しないうちから始めようかなって感じで準備でき次第。準備でき次第。ぜひぜひそうそう、ぜひお願いします。何分ぐらい？6曲。結構熱いね。じゃあキリンガーの生ライブ、勝手に俺がドラムつけちゃったみたいな感じでいいってことね。そうだね、それでいこう。あとちょっとね、今日他のミュージシャンというかさ、うん、もういてトッシュっていうミュージシャンなんだけど、うん、日本中でライブしてるんですよ。すごい。もう一緒にやるから、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがです。で、ベースもヒロ君って言って、あとグリーンビー&ビーチスタジオっていうスタジオなんだけど。やばいじゃん。ちなみにレゲエ？ブルース、いやレゲエかな、わかんない、ちょっといろいろ。大丈夫だよ、キャンプだったら叩ける。いける、わかった、うん、頑張ります。それでですね、今回はゲリラライブとのことなので、キリンガーとのコラボだけではなく、トッシュさんと中村ひろしささんとのコラボもさせていただきました。キリンガーとトッシュさんと中村ひろしささんの詳しい情報はコメント欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。今回はゲリラライブとのコラボということなので、かなり超大作になっておりますので、3夜連続で放送させていただきたいと思います。それではグリーン&ビーチスタジオから放送されたゲリラライブとのコラボ、ぜひお酒を飲みながらでも楽しんでください。それではどうぞ。じゃあ、まずは僕の曲を1曲歌います。こんなやつです。ビールって曲やるんで聴いておいてください。ストゥルトゥルストゥルトゥストゥトゥトゥルトゥトゥトゥストゥルトゥルストゥルトゥストゥトゥトゥルトゥ。朝起きて仕事に行く、早く昼休みにならないかな。仕事が終わって家に帰る、そんな繰り返しの毎日。誰かのために生まれたんじゃない、自分のために生きてる。たまには誰かの役に立ってもいいけど、自分のために生きてたい。今日は仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。最高のヒートシューヒーター、どこまで行けるだろう、この
道を次の角を曲がればまた道がある。どこまで行ったってゴールなんてないのに、また僕は次へ進もうとする。誰かのために生まれたんじゃない、自分のために生きてる。たまには誰かの役に立ってもいいけど、自分のために生きてたい。だから今日は「どこまで行けるか試してみよう」「地平線を越えてゆこう」「あなたと同じじゃ面白くない」「俺は」「あなたと同じじゃ面白くない」「そう」「誰かと同じじゃ面白くねえ」回り道だって構わない。仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。あと2回。仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。ラスト。仕事を休んで朝からビール、好きな歌を歌ってさ。今日は最高の日。ありがとう。ビールって曲でした。ゲリラライブ。キリンガーズやってます。やってます。今日はね、こういう感じなんで、ちょっと順番こに歌っていこうかなと思って、トッシュにパス。そうだね。次、あ、じゃあ次。あ、そうだね。これをゲットした。そっちにじゃあ。キリンガーとこれ一緒にやる曲を。最近の新曲を。へへへ。新曲なんだ。そうそうそう。オッケー。はい。そう、新曲のじゃあその笑顔という曲です。聴いてください。まあまあ最後途中から、はい、心の乱気流を沈めてくれる穏やかな春の歓声のような、その笑顔が見たいから、眩しい太陽にがきらめく初夏の朝の光のような、その笑顔が見たいから、いつまでもいつまでも朝から晩まで一年その笑顔が見たいから。いや、キリンガー。
よりもその笑顔が俺の灯火だから。透き通った空気に星たちも踊る冬の夜空の宝石のようなその笑顔が見たいから、いつまでも OK yeah、 いつまでも、oh、 朝から晩まで一年中その その笑顔を聞いてもらいました。どうもありがとう。素晴らしい。いや、めっちゃいい曲でしょ。そう、最近の新曲です。いや、ありがとう。ちょっとスイッチスタイル。